疲れ様です。吉田選手ワールドカップなんか1年半ぶりみたいですよ、前回のインタビューから。もう1年半も経ちました。経ったらしいですよ。僕もなんかつい最近のように思ってはいるんですけども、はい、3大会目のワールドカップ出場となったキャプテン吉田麻也34歳。同じ背番号22を背負い、守備の要として日本代表を引っ張った中澤さんにだからこそ明かした本音。逆転劇の裏側や今後の代表活動についても語りました。もしかしたら最後になる可能性もあるな、そういう覚悟 も一応持ってたんですけど、ワールドカップやったらやっぱ楽しいっすね。日本中が歓喜に沸いたワールドカップ。吉田はキャプテンとして全試合フル出場。しかし目標のベスト8進出は果たせませんでした。今回のワールドカップを振り返っていかがですか？もう一個勝ちたかったなと、あと一歩届かなかったっていうのは、まあ、個人的には2回目なので、まあ、またかという気持ちと、このチームで一日も長くやりたいな、チームメイトと喜びを分かち合いたいな、っていうのはやっぱ強かったですね。グループリーグでは優勝経験のあるドイツ、スペインに逆転勝利。初戦のドイツ戦は後半38分に浅野のゴールで逆転。ゴール後できた歓喜の輪。しかし吉田の姿はありませんでした。すぐベンチ行って聞きました。どうしますか？ありますね。このまま行くのか、はい、それとも守るのかみたいな。僕らってこのチームになって逆転勝ちがあんまなかったんですよ。それは僕も実は内心不安なところであって、ワールドカップでわーって喜んでる姿ってかなりずっと使われるじゃないですか。でももうそれ捨ててでも次どうするのっていうのをやっぱり意識しましたね。そして第3戦のスペイン戦は後半6分に逆転。守る時間が長くなりましたが、怖い怖い、なんとか集中しなきゃって時間続き、残り20分ぐらいからこの形いけるなっていう、守りきれるパターンだなって思ったんですけど、アセンシオ入ってきてそれこそ1年半前やられてますし、警戒していたのはスペイン代表の10番アセンシオ。吉田も出場した去年の東京オリンピックでもアセンシオに左足で決勝ゴールを決められ、メダル獲得はなりませんでした。こいつの左足にやられてるから、そう、もうみんなここが左足ってずっと言ってたんで。この試合ではアセンシオの左足を警戒し、日本は体を張ってブロック。後半終了間際にはキーパー権田が弾き、吉田がクリア。最後まで1点を守り切りました。オリンピックで負けたのもこのための伏線だと思って戦ってきたんで、最後に回収したかったんで良かったなと思いますね。すごく感動的だったのが、試合終了のホイッスルになった時にこうやったでしょ。そこになんかみんながね、うわーって集まってるのを見て、あ、いいキャプテンなんだろうなって思いながら、カメラがね、あの上に開いてるカメラあるじゃないですか。もう僕それが来てたんで、もう僕は日本のみんなにありがとうの意味を込めてやったんです。まあ、僕は的が大きいんで、いやもうあの瞬間ちょっと俺やっとけよかったなって出る時に思って、かっこいいなと思って。試合や練習以外では外に出られず、選手同士の時間が多かったという今大会。宿舎ではどんな話をするんですかね？もう何でも何でも何でも話しましたね。それはもう食事会場、食事会場で、はい、日本のサッカーのことから若い選手の考え方の話だったり、うん、テーブルは結構固まります。僕はあんまり結構混ぜていろいろなとこ行くの好きなんで、うん、この4年間暗黙の了解で僕と川島選手と長友選手は大体こう違うテーブルで世代を超えた話をした方がいろんなことを僕らも知れるし向こうも知れるし、うん、そうちょっと意識してこう当てはめていったんですけど、あ、それはすげえいいことだなと、うん、そして迎えた決勝トーナメント1回戦。クロアチアとの激闘は PK 戦へ。 PK 戦がある試合の前って練習するじゃないですか。で、まあ、みんなね結構スパスパ決めてたんですよ。だから自信を持っていって、南野選手が右で止められて、うん、三笘選手が左で止められたんで、これは一番迷うパターンだと俺見てて思ったんですよね、
僕も置くときにちょっとと思いましたね。ここも失敗しベスト8へあと一歩届きませんでした。 PK 戦のキッカーは選手の立候補で決められましたが、急に言われて驚きがあったんじゃないかみたいな結構報道で出てたんですけど、絶対そんなことはなくて、PK は自分自信がある人、チームの象徴となる選手が蹴るべきだと思うんで。中澤さんも2010年のワールドカップで PK 戦を経験。この時は岡田監督がキッカーを指名しました。まあ、僕は南アフリカは11番手だったんで11番、11番目だけは中澤が蹴るって言われた。ある意味すごいですね。そうなんです。現在34歳の吉田、今後の代表の活動は。正直大会前は迷ってました。日本代表吉田麻也が憧れの先輩中澤さんと2度目の対談。前回は吉田からこんな質問が。吉田麻也っていう選手が中澤さん、闘莉王さんの亡霊を追いかけちゃってるんですよ。そしたらもうワールドカップでもうだからもうベスト8とか行くしかないじゃないですか。もうやっぱそうですね、がっつり、うん、そうだと思ってました、うん、まだ亡霊は見えますか。もう見えないでしょ。いや見えますね。いや見えないよ。見させてください。いや実は闘莉王さんからも連絡もらってて、本当におめでとうって、本当にすごかったよっても連絡もらって、お二人の言葉はやっぱ僕にとってはちょっと違うなって思います。ね、ありがとうございます。現在34歳の吉田、今後の代表の活動については。まあ、気持ち的には正直大会前は迷ってました、まあ、その時の感情に委ねようと思ってて、まあ、それを家族にも話してましたし、まあ、もしかしたら最後になる可能性もあるなと思ったんで、そういう覚悟 も一応持ってたんですけど、ワールドカップやったらやっぱ楽しいっすね。そうなんだ。だから吉田麻也選手の4年後イメージできます、こうベスト8っていうのも本当に優勝目指して、僕たちの亡霊なんてもうそれで吹き飛ばしてください。それで吹き飛ばした、はい